続いてはシニアマックスクラスの BC グループの予選です。それではコース委員に先立ちまして選手をご紹介してまいりましょう。ポールポジションはカーナンバー33サーティーズレーシング西田未来。ジュニアでのチャンピオンの経験を持ち、そしてシニアマックスに上がっていったのが昨シーズン、苦しみもありましたけれども、やはり表彰台を獲得するなどの強さを見せ、開幕戦ではマシントラブルなどありましたけれども、決勝ではオーバーテイク勝でした。そんな西田がボールポジションを務めています。セカンドキットはカーナンバー55 RF 青山ジェンダーユル茂木の選手でした。茂木での SS の選手でした。その SS で揉まれて上位争いを展開していて、もう間もなく表彰台かというところでマックスへと転換。今シーズンからマックスの仲間入りを果たしています。センダーがセカンドクリットからとなります。3番クリットはカーナンバー53アッシュ伊藤瀬奈、4番クリット9番チームエマティ富田蓮、5番クリット77ドラゴポルテ RMC レーシングチーム内山雄生、9番グリッド48春菜カートクラブ菊池明則、7番グリッド10番ルーチェモータースポーツ酒井亮、8番グリッド KT バンズ飯田隼人、9番グリッド18番高木ブランディング武藤雅奈、10番グリッド17番チームエマティ中井優斗、11番グリッドグレンブルレーシングチーム小山田隼人、12番グリッド千曲レーシング土下博明、13番グリッド KT バンズ富田セラ、14番グリッドワイブリンゲン小島風太、15番グリッド関雄星、16番グリッド林隆起、17番グリッドに遠藤翔吾がここからの追い上げとなります。17番グリッドです。18番グリッド佐藤柚月、19番グリッド市宮壮太郎、20番グリッド中島志音、21番グリッド落合亮もここから、22番グリッドが DQ4、 23番グリッド服部空、24番グリッド国崎匠、25番グリッド大三川春人、26番グリッドに塚本幸男、27番グリッド堀隼人、28番グリッド10時半、29番グリッド飛び田明宏、30番グリッドに菅総志郎、31番グリッド田島空、32番グリッド花村優希、33番グリッド山岡修馬、34番グリッド本誠也、そして35番グリッドに加納義政となります。さてどうやら1台足りないという情報も上がってきているのですが、34番がいない。さあ隊列戻りまして、スタートが切られました。BC グループ予選スタートは切られています。先頭が西田、それに2つとついていきますのが、これが仙台だと思われます。その仙台の後ろなんですが、伊藤瀬奈が上がってまいりました。さあ5コーナートップ争い、トップ3は変わりませんが、4番手争い大外から狙ってくるのは酒井亮、これを成功させてきたのが酒井です。そしてトップ争いの方では2番手争いです。タコツボからの立ち上がり、2番手には伊藤瀬奈、1台がタコツボ後頭部を引っ掛けているが、なんとかコース上にはとどまっている。2番手争いの中で伊藤瀬奈が上がり、3番手には酒井亮がつけてくるが、この狭いところややノーズを入れかけてはいきますが、オーダーは変わらず先頭を行きます。西田は大きなリードを稼いでいます。2番手伊藤、3番手に酒井亮、4番手にはセンター歩、2コーナーへと向かっていきます。その後ろにも長い列になっております。センター歩の後ろなんですが、5番手には富田蓮がつけております。富田の後ろ菊池、さあ5コーナーへと向かう第一集団なんですが、このグリーンのカラーリングでオーバーテイクをしていったのは土下博明です。第一集団は長い列になっており、10台ほどのパックになっていますが、後ろの小島を先頭にしました3台も追いついてまいります。小島、遠藤、その後ろの佐藤柚月も追いついてきているということで、これが14番手ぐらいまで長い列となっていますね。その中で西田未来を先頭にしました、この大集団が戻ってきまして、2周終了、3周目現在先頭西田、2番手には伊藤、3番手酒井亮、4番手には千田、5番手には富田蓮、その後ろには菊池明則がいて、内山雄生、土下を捉えていきました。飯田隼人がいて、その後ろに土下、土下の後ろ、このブルーのスーツを着用するのが林隆起、小島風太がつけ、その後ろにピタッと遠藤翔吾、そしてもうここでちょっと切れ目がありますが、現在は佐藤柚月が独走になっています。さあ11コーナーから立ち上がってくるところでも、4番手以降のこの大集団がですね、チャンスがあれば前に行くぞといった、そういった仕掛けをしてくるんじゃないかなと、じわっと動き始めています。残り周回4周です。
トップは監督と2番手3番手がレールトゥーノーズ、その後ろなんですが、前の先頭を捉えていきました富田を先頭にしました4番手集団が長い列になっていますが、さあ5コーナー先頭は少しいい運ってきますけれども、ここは変わらず第3集団の方では小島とこの林のあたりでのバトルが始まっています。スタート言葉では菊池が前を捉えていくなど、一つでもポジションを上げていこうと、まあ、予選以降もですね、総当たり戦というところで予選落ちも大いにあるという今回の大会になりますから、予選で大きく落とすわけにはいかない、ただペナルティも受けるわけにはいかないけれども、前に出なければといったところです。さあ残り周回は3周になりました。あれほどリードがありました西田なんですけれども、ちょっとタイムが伸びず、代わってタイムを上げてきているのが伊藤瀬奈と酒井亮です。伊藤瀬奈のタイムは45秒6、前を行く西田は45秒8です。コンマ2秒の差がある中で2番手争いを行わずに西田を捉えてからのバトルになるかどうかで、ここは変わってくるでしょう。現在先頭は西田、2番手に伊藤、3番手に酒井亮です。さあどんな展開を作り上げてくれるか。11コーナーから12コーナーへと向かっていきます。トップ3が形成、西田、伊藤、酒井、少し開けて富田、菊池、千田、飯田、そして三ツ山のこのオーダーとなっています。残り周回は2周です。動いてくるのは4番手争い、前の富田蓮を捉えていったのは菊池明則、4番手に浮上。2コーナーでパッシングを決めていきます。菊池明則です。茂木での開幕の優勝から今シーズンのスタートを決めていきました菊池明則です。前の3台は西田をしっかりと捉えていく、前の2番手3番手の伊藤と酒井は前の西田を捉えていきまして、トップ3が完全に形成されました。戻ってくると最後の1周のファイナルラップに入って、この勝負が始まっていきます。さあこれで BC グループのシニアファイナルラップに入ります。西田未来守りきるのか、それとも伊藤瀬奈がどこで仕掛けるのか、酒井亮もタイミングを見計らっています。5コーナーへと向かいます。トップ集団の中で動いてくるのは飯田、前を捉えまして6番手に上がっていきます。そしてタコツボへと入ります。動いてくるのは酒井亮、小さく立ち上がってくるが、オーダーの変化までは至らず、バックストレートに入った西田を先頭、伊藤瀬奈後ろも確認、酒井亮3番手、4番手には菊池、5番手富田、この上位陣の方は変わらないかなという感じがしますね。最終セクションで仕掛けようとしているのは三ツ山なんですが、ここは変わらなそうです。トップチェッカーは西田未来、伊藤瀬奈、酒井亮、そして菊池明典、富田蓮、飯田隼人、千田歩夢、内山雄生、小島風太、遠藤翔子はスターティンググリッド17番手ですが10番手に上げてチェッカー、そしてスターティンググリッドが21番手の落合怜央は11番手に上げてチェッカーとなっています。以上シニアマックスクラス BC グループでした。ファシテストを記録しているのは45秒499、菊池明典でした。